Thank you.
Thank you.
Thank you.
演奏始めるよ。 美しく行くわよ。今だ。はい。指令、止めてくださいです。
感がするわね。指示くださいです。美しくいくわよ。完璧。
あれれ？やれやれ。
Thank you.
って、おーい、誰かなんか言えー。
私は本当はとてもわがままな人間だから、だからお願いします、私が好奇になる前に皆さんの手で私を、ダメですか？3つ間違ってるよ。一つ、私たちは絶対に人を殺めない。二つ、無気力なことと引っ込み思案なことは違う。自己主張、弱くないよ。人を傷つけるなら自分がって。普通そんな風に思えないし、実行しようとするのはもっと無理。自分のためじゃなくて、人のために自己主張してる。こんなに強いクスノちゃん、私、尊敬する。
攻め込みます。攻め込んでるぜ。もう一回。さあ、次の曲。了解。全力でいきます。で、さっきの話の続きだけどね。クスノちゃんさえ良ければ。私たちと一緒に女優やらない？帝国歌劇団で。人に見えないくらいの私が女優？人のことを思いやれて、鹿児島からずっとついてくるくらい意志も強くて、そういう人がね、舞台の上でだけわがままになると、素敵なんだよ。クスノちゃん、きっと女優に向いてる。待って。うん？私は反対。女優ってそんなに簡単じゃない。悪いけど、私は反対。いよいよ
帝国歌劇団は入団した人が救われる場所。私たちが人を救うんじゃないの。苦しくても辛くてもそれを芸にして見せるから、見た人が喜んでくれる。それが女優じゃない。そうそう。Thank you.
でもさ、クスノちゃんが舞台で思いっきり叫んでるとこ見たいじゃんか。舞台の上でならね、クスノちゃん。私がここにいるんだって思いっきり叫んでいいんだよ。やってみたくない？だから本人の意思じゃなく、無理やり引っ張り出すのは違うでしょ。人に言われてやるんじゃない。向いてるからやるんでもない。自分がそこに立ちたいから頑張れるんじゃない。わかってるもん。でも私が見たいんだもん。あんたのわがままに彼女を巻き込んじゃダメ。私もそう思う。でも自分でやりたいって思わなきゃ女優はできないよ。お？喧嘩は江戸の花ですね。私なんかのことは、こんなに真剣に皆さんが考えてくださって、私のことに本気になってくれる人たちなんて、今までいなかったから、だから。あとはあんたがどうしたいか決めるだけだね。
で。Thank you.
な。